皆さんこんにちは、太郎です。本日はですね、また雨が降っております。今3日間かな晴れが続きまして、まあまたこのように雨が降りますが、今日明日と雨の予報であります。で、気になることがありまして、私はですね、この3日間晴れが続いたと言いましたが、その晴れの1日目にですね、田んぼに発生した謎雑草が発生していたんですけれども、それをですね、まあイグサ系だろうという皆様の知恵をお借りしまして、さらにバサグラ、こちらの農薬をですね、かなり多くの方からお勧めいただきました。それでバサグラもですね、だいたい2日ほど晴れた方がいいということだったんですが、まあジャストでですね、1日目の午前中に散布して、梅雨落ちてからですね、で、その日、で、次の日と、まあ、晴れを挟んで、今日になりますが、その結果、バサグラの結果をですね、見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい。ちょっと雨が強いので、車内から撮影をしておりますが、このような感じですね。変色しているのがわかりますでしょうか。ちょっと雑草で見づらいかな。このような感じです。結構ですね、生というか目で実際に見てみるとですね、変色してますね。まあ、これから枯れていくんだろうなという色になっております。結果から言いますと、バサグラン散布大成功ですね。もうあの辺りはすごく効いてますね。まあ、よっぽど生えてたということでもあるんですが、これ遠くから見るとですね、さらによくわかりますね。いや、散布してよかった、本当に思いますね。これこのまましてたら稲刈りが大変だっただろうなぁとすごく思います。かなり背丈も高くなるんですよね、これ。そしてもう枯れ始めてるので、まあゆくゆくはですね、しっかり全部枯れるんじゃないかなと思っているんですが、これ今予防散布、農薬散布をですねしているんですけれども、結構ここまで多くはないですけど、他の田んぼにもですね、ちょいちょい発生しているのを見かけました。ですので、これはバサグランリピートですね。ちょっと取り寄せてもらおうかなと思います。在庫がなかったみたいなので、そしてこんだけ効くからですね、頼もしい農薬だなと改めて実感しましたね。はい、ちょっと一箇所だけですと見えづらいかなと思いますので、視点を変えてみました。やはりちょっと目でですね、実際に見る色とこのカメラで映っているはちょっと違いますね。この色味より、今画面に映っている色味を見て私言ってるんですけれども、結構枯れてます。画面の色より枯れてるので結構効いてますね。やはりたくさんの方がおすすめしていただけるだけあるなと、この辺りはもう本当すごいです。すごい効いてますね。いやー、よかったよかった。この雑草ね、気づかないだけで結構あるんだろうなーとつくづく思いましたね。で、かなり駆除が難しいんですよね、これ。なんか種が残って結構何年間か頑張って振り続けないと、この農薬を完全に駆除は難しいということでした。もちろんね、田植え後の水管理、ちょっとこの田んぼ水が落ちやすいんですよね。やっぱり水が落ちやすい田んぼはちょっと雑草の生えがですね、非常に多くなりますので、まあずっと水入れればいいんですけれども、ちょっとなかなかそれもできない事情がありましたので、この地区はですね、ため池にポンプで汲み上げるんですけれども、そのポンプのキャパがですね、この地区のね、全量とはいかないので、まあいろいろありまして、ちょっとずっと水を確保できませんでしたが、まあでもバルブ付きの田んぼでこの結果はちょっといけないなと。来年は白柿は大丈夫だから、アゼナミかな、きっとモグラ穴があるんだろうと思います。ちょっと土手になってるんですよね、この田んぼ。ちょっと高いので、他の周りより高いかですね。
どこかモグラの穴があるんだろうなと思いますが、しっかりやっぱり見回らないとですね、いけないですね。いつの間にか抜けていつの間にか草が生える、これ結構あるあるかと思うんですけれども、しっかり今年の失敗をですね、来年に生かしていきたいなと。ただまあ失敗したことでですね、このバサグランと出会えたのもこのまあ失敗のおかげなのかなと思いますので、まあ悪くはなかったのかなと、まあ言ってですね、はい、これだけありますが、こちら側ですね、すごくいい感じですので、すみません、ちょっと電話が来ました。すみません、ちょっと電話が来ましてですね、急ぎで抱え物を手伝ってほしいということで、ちょっと家に戻ってきてしまいましたが、まあですね、あのように先ほどの映像のようにですね、非常にバサグラン、いい薬だなと、いい農薬だなとですね、思いました。で、先ほども言ったんですが、やっぱりですね、予防中にちょいちょいと他の田んぼでもですね、ホタルイというんですかね、謎雑草、見つけてしまったので、まあ、大量発生はしてないんですけれども、先ほどみたいに。ちょっとですね、やっぱり一回見つけて知ってしまうと、ちょっと気になってしまうので、まあ、せっかくですね、今予防もしていて、イモチ病とかカメムシとかのですね、まあ、防除してるんですけれども、せっかく、銅粉を積んでいるので、まあ、作業の合間、まあ、晴れの合間ですね、見ながら、晴れが続く日の初日に、このホタルイの雑草、まあ、ホタルイというのか、イグサ系、雑草ですね、謎雑草たち、駆除、まあ、全滅はちょっと厳しいのかなと思いますので、一回タンクに大量に作って、で、見回りをしながら、で、振り続けると。まあ、そういった作業をですね、したいなと思いました。まあ、あれだけ聞いてくれればですね、おそらく、しなっとなってですね、もう稲刈りする頃には、もう全然大丈夫だろうと思いますので、まあ、経過を見ながら、やっていこうと思います。はい、そこで、予防もですが、バサグランを振るためにですね、心配な天気なんですけれども、今日が、なんだこの Google の大雨嵐。面白い表現ですね。大雨嵐。明日が月曜日、雨、時々晴れ。晴れ時々雨だ。で、その次の日、明後日が晴れて、そこからずーっと曇り。うわ、ずっと曇りだな。梅雨入りかな。曇りか。もし、すみません。いろいろね、皆様から教えていただいてるんですけれども、雨、晴れじゃない場合ですね。曇りでバサグラン振ったことある方はですね、またちょっと教えていただけると嬉しいです。最近教えていただいてばっかりで申し訳ないんですけれども、曇りか、聞くのかな。晴天が続くといいみたいな注意書きじゃなかったかな。晴れが続くとか。曇りね。そっかそっか。ちょっと、まあ予防はね、曇りでも効くんですけれども、そっかそっか。まあ大量発生はしてないからですね、あそこの田んぼ以外は。まあ様子を見ながらやっていこうと思います。来週もずっと予防かな。まあちょっと雨が降ったので、ちょっと休憩も兼ねてですね、体を休めて、まあ、トラクターでの草刈りかな、スライドまで。まあそういった感じでですね、まあ無理せず作業していこうと思います。また、これからですね、まあ毎回動画では言ってますが、どんどん暑くなってきますので、まあ梅雨に入ってですね、最近は私の住んでる地域はですね、なんか梅雨が明けたらもう夏なんですよね。急に夏になるんで、まあ似たような天気だと思いますが、全国的に。これから梅雨、まあジメジメしてきて暑くなります。そして梅雨が明けてからも暑いです。しっかり水分補給。そしてまあ、なんか塩飴みたいなのがありますよね。タブレットみたいな、ラムネのような。まあそういったものをかじりながらですね、しっかり体調を気遣って農作業を行っていきましょう。私もそのように気をつけて頑張ってまいります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画が良かったよという場合は、コメント、高評価、低評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。